とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。今日はね、この装備、行きます。はい。ブーツ、地雷、地雷。この地雷を、このブーツの高速移動を使って、設置して倒していくっていう、こういう戦い方。まあ、ボンバーマンみたいな感じで、戦っていこうと思うのよ。で、地雷一発のダメージが14万ぐらい。14万、なかなかのダメージだよ。これを3発出すからね。で、地雷のちょっと残念なところは、まあ残念っていうかもう当たり前なんだけど、自分で踏んだら自分がダメージを受けるっていうところだね。まあそこは注意しながら走って設置しまくって倒してみましょう。ここいけると思う。ここはプラス20いってみましょう。では行くね。ここはね、遠距離がないから楽なんだよね。でも出てくる敵のエンチャント次第なんだよな。うわー、重力パルスと、おいちょっと待ってうわ、このね、なんだ、火炎と重力パルスも凶悪すぎる。よっしゃ、これは走り抜けるぜ。地雷を置きながら走り抜ける。でも全然倒していけてるよ。全然倒してる。すごくない？あ、ただ自分もね、この地雷ダメージ受けてしまうので、そこは注意だな。やばい、おほほほほほ、なかなかスリルがある。よし、地雷ビルドなかなか強いぞ。意外と倒していけてる。ただテクニックは必要だね。地雷を自分で踏まないようにと、敵からの攻撃をもらわないように。あ、落ちちゃった。こうジグザグ走っていくっていうのがちょっと重要かな。でも全然強い。倒せるもんだね。うわ、来た、これやべえ、これは無理これは無理だ。この数のエンチャをさばくのはちょっと辛いぞ。ちょっと待って、それですら俺は倒していく。ほら、よし、いけるもんだね。いけるもんだよ。よし、オッケー、あ、いやでも、うん、そうね、地雷を3つと思ったけども、3つだと多分逃げ切れないんだな。やっぱブーツはいるわ。余裕で倒すもん。すごくない？この装備。じゃあボス行ってみようか。え、ボスはどうしよう。ボスはさ、地雷を出る前にこう連続していっぱい設置しといて、出てきた瞬間に倒すっていうのどう？ああ、それならなんか出た瞬間攻撃したら不具合で倒すっていうやつがあるよね。まあいいか、ちょっとやってみよう。出た瞬間地雷で倒すってやつ、いけ。あやっぱりそうなるよね。ちょっとここもいけるんじゃない？デイリーのレッドストーン鉱山、村人を助けるところも設置しながら逃げ回ればいける気が。いやー、ちょっとつらいな、これつらいな。あ、いった、ちょっと待ってはい、来い。でもこうしとけばさ、倒せるんだもんね。あー、来た、いっぱい来た。やめろ。あ、俺が行けなくなっちゃった俺が動けなくなっちゃった。こういうのもね、考えないとダメだわな。はいはい、でも行けそうだ。進むぞ。うわ、なんじゃこりゃ、もうなんじゃこりゃ。うん、普通に厳しいね。とてもじゃないけども、高レベルのところは走り抜けることができない。
やっぱり幽霊マントって優秀なんだね。はい、ではね、また出していきますのでチェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。ほいやー。